どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、鎌倉時代の要するにポイントということになるんですけど、守護のお仕事ということになります。はい、守護のお仕事ということになるんですけど、第四三箇条ということになります。はい、これだけです。はい、まあ、警察と同じっていうふうに分かりやすいかなって感じですね。はい、まず謀反人の逮捕ですね。謀反って何ですかって、国転覆させてやろうっていうね。はい、国を要するにボコボコにしてやろうっていうふうな話。はい、そして、まあ、人殺したやつを逮捕します。これが殺害人の逮捕、これが二つ目ということになります。で、大盤催促ですね。ごめんなさい。大盤催促。はい、大盤催促っては何ですかっていう話なんですけど、京都の要するにね、仕事しなさいよと。はい。ということになるわけなんですけど、京都に上がりなさいよというふうに言うときに、要するに謀反人じゃなくて、御家人たちに対して、お前らちょっと京都行けよっていうふうな感じで、まあ、出張行ってこいみたいな、はい、感じで、まあ、催促するということですね。はい。これ催促っていうのは、ね、命令じゃないですね。催促。終わってるようなんですね。はい、言わないっていうね、まあ、なかなかこうヤクザな組織ですね。はい、というわけで、謀反人の逮捕と殺害人の逮捕、そして大盤催促と、この3つが要するに、大事になってきますよということになります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。